タジアムはスタンドからの熱気に包まれました。さあフィル・フォーデン、さあどうするハフェルツ、しのぎきれる、入れば同点となります。ピン中央にクロスが上がった。マテオ・ゲンドゥージシュートを打ちたい、決まるか。さあどうなる、ディフェンスボールを奪います。他に変わっています。ファーサイドへのクロス、何を狙うのか、キーパーがサンチョ、セット、同点になるのか。さあどこから攻めるでしょうか。いいパスが決まった。運びゴールに襲いかかります。シュートのチャンスだとしてくるのか。フォーデンに絶好のチャンス、ゴール前です。今のパスでどうだ。グアルディオラ監督も心の底から喜んでいますね。ゴール前です。キーパーのスパ、お待たせしました。注目のカードとなったこの一戦、クロスで狙える位置です。さあどうする、キーパスワークでしたね。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ、冷静に決め、クロスがゴール前、狙っていった。さあありそうだ、ボールはゴール前、バーベルがブロックしました。同点に追いつけるか。あのキーパーじゃなければ確実にやばい。ボールが中央へ向かう、シュートはクロスバーの上、もう少し下に叩きつけた方が良かったかもしれません。いいクロスだ、マイナスのボールをしてくるのか。ゴールキック、レフェリーが試合を止めました。あー選手が倒れていますね、怪我の様子が心配です。距離でうまく合わせてフィニッシュ、冷静に決めました。違います、シュート、中にスペースがあります。狙ってきたぞ、センス、コーナーからエリア内へ流しています。ハーランド、ムシアラ、バイエルンのうまいパス回し、チャンスを伺います。決まる、サイドから中を狙う、飛びつい、決められるか。これも引き戻せたと思います。しかしこういうチャンスを作っていけるな。走り込んだ味方に合わせました。ボレーシュートです。これはあるか、キーパーエドワルド・カマビンガ、いいボールが出ました。決まるか、ゴールだ。このまま行きたい、コーナーからエリア内へ。さあどうなる、アレクサンダー・イサク、負傷者対応に要した1分、抜いた、周りを確認したい。ここで攻めに出ます。これはあっさり抜く、ゴール、ロープパスを細かくつないで相手を崩しましたね。前に運んでいます、うまいパス、決まった。ピッ、ワッ、キーパーこれをス、コン、スンダス、この PK が決まればチーム、決めた、これでチームは決勝進出です。さあアトレチコマドリ、ここから危険な形を作れます。チャンピー、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。入れば同点ですが、キーパー止めましたが、まだインプレー、いるんでしょうね。ヨーロッパの頂点に立った嬉しさが、これは見事なパスワークでしたね。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ、冷静に